リカルドラゴス・エスコバルは、チリ共和国の政治家、同国大統領。1960年チリ大学法学部卒。1966年米国留区、大学経済博士取得。チリ大学で教鞭を取った後、1974年より、米国ノースカロライナ大学客員教授に就任。1980年代より、政界に進出したが、 1986年に当時のアウグスト・ピノチェと軍事政権により逮捕される。1987年12月、軍政継続を問う国民投票において立ち会い人を確保するための政党である民主主義のための政党を立ち上げ、その後党首に就任。ピノチェと軍事政権が崩壊した1990年に、文部大臣に1994年に、 公共事業大臣にそれぞれ就任。1998年に大統領選挙出馬のため公共事業大臣を辞任し、2000年3月の大統領選挙で初当選を果たす。2003年2月に来日した。2004年11月にサンティアゴでチレで行われた APEC 首脳会議の際、チリの有名政財界の人たちに対してアメリカ合衆国のシーイクレットサービスが 金属探知装置をくぐるように要求したことが原因で、米国大統領、ジョージ・ワーカー・ブッシュを迎えての晩餐会を中止したことは、世界中に波紋を巻き起こした。2005年4月9日には母であるエマ・エスコバルを亡くす不幸に見舞われた。エマは108歳の大王女であった。この年の11月6日、日本に亡命中であったペルー前大統領のアルベルト・フジモリが突如、 日本からチリに出国してチリ当局に逮捕された件では日本政府が前大統領が国際手配されていることを知りながら日本出国、チリ入国の事実をチリ政府に通告しなかったことを批判している。2003年のチリ軍事パレードを観一するリカルドラゴス大統領、ミシェル・バチェル国防相および軍の高官。ありがとうございます。